98.5。 減量始めて3ヶ月で約3キロちょいか減りました。で、体の変化なんですけど、ビフォーは見捨てねえから何とも言えないんだけど、まあ、腹丸やっとちょっと絞れたかな。まだまだだけど、こんな感じです。そして今日のご飯なんですけど、米と米に昆布かけて鮭、タンパク質45の、ちょっと足りないね、糖質が80ぐらいかな、70、今80か。で、こういう場合はちょっと卵食べます。糖質が少し、違う、タンパク質がちょっと足りないんで卵入れます。これで多分タンパク質も 2g 近いと思う。体重も、順調にできてます。で、今回仕上がり、まあ90かするぐらいと考えると、あと、まあ、水分抜いたら5、6キロぐらいかな、まあ、イメージかな。いただきます。TKG 最強だよ。肉ばっか食べることが多いから、たまに週2回ぐらいは魚食べてるかな。どっかでこうやって魚なんかあえて食べるようにしてます。肉好きだけどね、魚そんなにめっちゃ好きってわけじゃないんだよ。まあ美味しいけどね。まあこんな感じで今日はまたこういう食事して、夜がちょっとね、あの打ち合わせあるんで、今日は夜だな、多分トレーニングしてきます。なんか若干ね、やっぱり3週間とか経つと少し疲労感が出るかな。実質まだ3週間経ってねえのかな、2週間ちょいか。筋トレの疲労がちょっと溜まってきてます、少し。大抵でも週1はね、休むようにしないと疲労ばっか溜まっちゃって疲れちゃうから、皆さんも筋トレ休んでない人はしっかり休んでください。怪我したら元も子もないからね。はい、今日の3食目は馬肉のユッケ丼。ローファットの減量中は馬肉最高だね。まあ鶏も牛もいろいろ食べてるけど、やっぱこの生で食べれるっていうのがいい。いただきます。うまい。カーボ、これもやっぱ80ちょっとかなの。卵入れてるんで脂質が6とか5、6かな。で、馬肉これ200-230g 入れてるから、タンパク質50、卵も入れたら60近い感じかな。馬肉と卵の組み合わせって結構最強だね。高タンパクだし低脂質だし。米に合うし、まあ今日98.4だったんでこのペースでいくと9月
入って9月の最終日ぐらいにもう7キロ台いってるし、9月中に90、3キロ台とかかな、2、3キロ台までいってるかもね、早ければ。最後に1ヶ月で、まあ微調整かな、で数キロ減らして、水分減らして大会って感じだよね。で夕方今6時ぐらいなんですけど、まだ仕事終わんないんで9時10時まで、仕事して、そこからトレーニング行きます。これからジムに行ってきます。